ちゃんラジオ。皆さんご機嫌いかがでしょうか。和楽器バンドボーカルの鈴花優子です。今日も始まりました、日本が好きになっちゃうラジオ。今週も楽しくお送りしていきます。この番組はラジオの前のあなたと一緒に作っていく番組です。ぜひツイッターで感想をツイートして盛り上げてください。ハッシュタグは鈴花ジャパンです。番組アカウントフォローもお願いします。アカウントは鈴花アンダーバージャパン、こちらもよろしくお願いします。さて、私もともとですね、ジブリの作品がめちゃくちゃ好きなんですけれども、実はですね、この度宮崎駿監督の作品集を手に入れまして、ブルーレイのですね、あのボックスが届きまして、結構ね、あのお値段するんですよ。でずっと欲しいなと思ったんですけど、まあとある日ね、もう私の一番大好きな作品もののけ姫についてですね、裏話とかをこう調べてたら、いやー見たくなっちゃって、でもねストリーミングとかにもないし、見れる機会がジブリの作品でないので、もう買ったんですよ、ボックスを。で手に入れまして、もののけ姫を久しぶりに改めてしっかり見ました。あの大号泣でしたね、やっぱりね。あの私が泣くポイントね、一箇所目、小玉が出てきた時カタカタカタって小玉が出てきた瞬間に、あ、いい森なんだなって思ってグッときて、ちょっと涙を浮かべてしまうんですね。でその後アシタカが、怪我を負った、人をですね背負って森の中を歩く時に、小玉たちが真似して背負ってあの走ってたりするんですよ。その可愛さにまたちょっとさらなる涙が出そうになるっていうのが、なんだろう、ちょっと普通の人と類線ずれてるかもしれないけど一番目ですね、私が涙しそうになる。あとは結構やっぱね、久石譲さんの曲にやられることは多いわけなんですけれども、アシタカとサンという曲が好きすぎて、ピアニスト時代はですねよく、その辺のレストランでの弾いてる仕事をしてる時にはアシタカとサンを弾いてました。であとは結婚式の演奏の仕事とかしてた時には、芸妃の時間にねそういうの弾いたりとかもしていたこともあるんですけれども、あの私 YouTube で月1回の配信とかをやってるんですが、そこではですね結構あのリスナーさんからのリクエストをバンバン来て、そのまま、リクエストに答えて弾くみたいなことやってる時、ジブリの回をやる時にはですね思いっきり無双してますけどね、もうテンション上がっちゃってそんなあの時間が気になる方はぜひ私の YouTubeのチャンネルチェックしてみてください。ということで今日もですね、和楽器バンドの、バンドメンバーから琴の胃袋清志がこの後登場して一緒に盛り上げていきたいと思います。さて8月17日リリースの和楽器バンドのニューアルバムボカロ三昧からこの曲を聴きください。フォニー。この世でそうかより綺麗な花はないわ、なぜならば全ては嘘でできてる。アンティパシーを和楽器バンドでフォニーでした。
ジオ。日本が好きになっちゃうラジオ、鈴花優子がお送りしております。さて今日もですね、バンドメンバー和楽器バンドからこの方に来てもらいました。どうぞ。和楽器バンドことの井袋清です。よろしくお願いします。お願いします。さあ清くんはジブリ作品何が一番好き？はい、僕ね、耳を澄ませばがね、ピュア、なんか、聖司君と雫の恋模様っていうよりは、その何者でもない二人が何者かになろうとお互いのことを意識しながら成長し合うっていうのがたまらないんですよね。ピュアだね。そうですか。なんかそう、あれめっちゃ好きだなって思う。結構さ、清さ、あの名前さ、聖司って間違えられる。あ、そうですね。じゃん。そういうのもあったりする。ないかな。それはないかな。いやでも聖司君と雫ちゃんって覚えてるのすごいなと思った私。そう、でもそれぐらいは好き。甘さは聖司君でしょ。うん、すごい。うん。バイオリンを作る職人さんなんだよね。そうで、おじいちゃんと最初にやってるとかさ、なんかもうその辺も全部込み込みで好きなツボが多いんだ。そう、あの読書カードの後ろにね、わざわざ名前書きに行ってるとかさ。何それテレビでやるたびに見てて把握してる。いや多分2回ぐらいしか見てないんだけど、本当にすごい印象的で、その当時の自分の生きてるステージとドンピシャだったの。 何者かになろうとしてるっていう。なるほどなるほど。ですごい印象的。なるほどね。私はそうな、ドンピシャの理由は一番はアシタカに恋をしたってとこだからな。それはなんかまた違うドンピシャですよね。そうね。それはまあ違うね。まあドンピシャだったんだろうけど。はい、ということでですね、はい、ここから早速いつものコーナーに行きたいと思います。はい、勝手に日本豆知識ということで、季節や行事、風習から後世につないでいきたい文化まで、日本に関する豆知識を私のわかる範囲でご紹介していきます。はい、はい、このラジオのね、番組タイトルが日本が好きになっちゃうというラジオですので、はい、はい、今回もご紹介しながら日本を気になっていただきたいと思います。今回ご紹介するのは日本独自の言葉。なるほど。はい、あれこれですね。以前なんですけれども、もったいないとか、かわいいとか、絵文字とか、世界共通語になった日本語っていうのはですね、このコーナーでご紹介してきたんですけれども、日本にはまだまだ英単語で直訳するのはちょっと難しい日本独自の意味を持った言葉が存在しております。その辺を紹介していこうと思って、前回とはちょっと違うんですよ。そうですね。旨味とかもね、世界共通語になりましたからね。わー、旨味。はい。よく出ますね。出ますよ。さあ、まず1個目紹介します。はい、切ない。ああ、これは難しい。日本では胸が締め付けられるような気持ちと表現するときに使用しますけれども、はい、英語表現でぴったり一致するような言葉はないそうです。悲しいとかまで言っちゃうとね、サッととかだけど、ちょっと違うじゃん、切ないとは。そうですね、直なのはないんだ。なんか単語だとないかもしれないですね。ね、なんか風流だなと思って改めて。そうですね、切ない。はい、なんか私は外国にね、仕事に行ってさ、仕事で初めて会った人とかに、あ、この度は本当によろしくお願いしますっていう時に、すごいいつも、よろしくお願いしますはないなって。まあそうですね、よく思う。なんかあれですよね、ハリウッドとかの映画で日本人がよく言ってるよね。あ、そうなんだ。よろしくお願いします。だから急に日本語出てくると聞き取れないからさ。あとは、なんか、ごちそうになった時に、いただきますとかっていう時も。いただきますもそうですね。あ、いただきます言わないなって思って。そういう時によく単純なんだけど、あ、直訳ないな、みたいな。思うね。なんかその辺はもう文化とね、もう混ざっちゃってるから難しいですよね。なんか果たしてこんにちはが本当に、はい、ハイハイユーなのかどうかとかもさ、絶対違う気しますよね。謎だから。なんかね、同じ感覚なのかもしれないけど、悩む時はありますよね。さあ、続きまして、初心。おー、なるほど。日本らしいな。日本では、最初に思い立った考えや最初の決心といった意味の言葉となってますけれどもね。一般的に英語表現する場合には、オリジナルパーパスとなるそうなんですね。はい、つまり初心を表現する。そうですね。初めの目的。いい言葉ですね。単語はないそうなんですね。まあだから初心者ビギナーとかって言いますけど。初心っていうのとは違うもんね。そうですね。確かに。なんか、初心に帰るとかさ。でもなんか初心とオリジナルパーパスもちょっと違う気はしますね。いや違うよ。なんかそんな目的意識じゃなくて、初めの頃の純真さを忘れないようにみたいな感じだもんね。初心忘れるべからずって。やっぱり
直訳はないですよね。ちなみにあのスティーブ・ジョブズも仏教には初心という言葉があるそうです。初心を忘れずにいるのは素晴らしいことですと語ってるんですね。この時にね、ジョブズは初心をビギナーズマインドと表現したそうです。ああ、でもこっちの方が、うん、これはいいね、しっくりくるね、うん、ビギナーズマインドでいいんじゃない。そうですね、なんかオリジナルパーパスの方が初めしっくりくるかなって思ったけど、うん、そうね、ビギナーの時の気持ちだよね、やっぱり初心っていうのは。そうですね、うん、でもう一つ紹介します。ほう、はい、これは来てるよ。ほう、イルス。あー、いいですね。言われてみれば英語ってなんて言うんだろうと思いますよね。うん、ほうほうほう、イルス、こちらも、一単語で表現する英単語はないですね。いやー、これはまあイルスっていう言葉にしちゃえばいいんじゃないもん。そうね、多分みんな使うようになると思うよ。今日イルスだからって。よろしくね。うん、いやイルス僕そうね使うな。いや、あの、私も使いますね。うんうん、はい、ということで海外の方に説明するのはちょっと今回のはね難しいかもしれませんが、うん、日本独自の表現を大切にしていきたいと思いました。はい、ではここで一曲紹介したいと思います。今度8月17日和楽器バンドのニューアルバムボカロ三昧2がリリースされることとなりました。その中から一曲、このラジオではですね初披露になります。お聴きください。和楽器バンドでキメラ。和楽器バンドでキメラでした。改めまして和楽器バンドニューアルバムリリースが決定いたしました。8月17日ボカロ三昧2ということで、デビューアルバムがですねボカロ三昧ということだったんですが、満8周年のメモリアルイヤーをですね、記念いたしまして8人組の8周年ということで満を持してボカロ三昧2をリリースすることが決まりました。ロックと和が融合した和楽器バンドでしか表現することのできない作品となっておりますので、ぜひ手に取ってみてください。そしてそれに伴って全国ツアーも行います。8月末から11月末にかけて全国23公演の開催が決定。このね和楽器バンドはですね歌ってみたで終わらないんですよ。これをなんと生でライブをするというところをですね、ぜひそのお目目で確かめにいらっしゃっていただければ嬉しいです。チケットすでに発売中ですのでお早めによろしくお願いします。それから私のソロの方の、新プロジェクト鈴花というのもですね、ぼちぼちやっておりますので、ソロ活動の方もぜひ応援よろしくお願いします。新しいクリエイターチームを結成いたしまして、作品を届けている、活動を行っておりまして、 Twitter、Instagram、YouTube の方に鈴花アンダーバーフローリストというアカウントがあります。そこで新曲などがね、お聴きいただけるようになっておりますので、ぜひまずはフォローをお願いします。鈴花ゆう子のホームページ見ていただくと詳しいことわかりますので、よろしくお願いします。以上お知らせでした。和楽器バンド鈴花ゆう子の日本が好きになっちゃうラジオ。日本が好きになっちゃうラジオ、和楽器バンド鈴花ゆう子がお送りしております。今回も和楽器バンドのメンバー琴の胃袋清と一緒にお送りしております。後半もよろしく。よろしくお願いします。さて今週なんですが、リスナーさんにですねこんなテーマでメッセージを募集しました。うん、外出先で1時間半時間が空いてしまいました。あなたはどのように過ごしますか。なるほど、いいテーマですね。90分って映画見れないぐらいですね。なるほどなるほど。
映画見れないぐらいで。そうですね。うん。清は何する？僕ね、これ場合によるんですけど、本読んでるか、うん、カメラ持ってたらカメラ持ってプラプラしてるかな。なるほどね。本読んでるイメージめっちゃある。そうですね。1時間半ぐらいは割とあっちゅう間に経っちゃうので。うん。逆にゆうこさん何してるんですか ？1 時間半。うん、まあ場合によるけど、元気だったら踊ってる？いやいやいや、元気だったらドラッグストア行って化粧品見たりする。ああ、なるほど。化粧品売り場をプラプラ、試供品とか試すの好きで、あっという間に時間過ぎるんですよ。うんうん、あとは、まあカフェに行って時間を潰すか、うん、もし自分が車だったら車に行って動画を見て過ごすとか。ああ、まあ自分の空間でね、まあそれはそれでありですよね。眠くなったら思いっきり寝れるし。そうね。これどういうシチュエーションを想定するかでだいぶ違うよね。うん、ということでメッセージいってみましょう。メッセージご紹介した方にはね、はい、番組オリジナルステッカープレゼントなので、はい、はい、じゃあ今日気になった方どうぞ。はい、ラジオネームひでひょん、祝2週2年連続全国ツアー参戦万歳ということでね。はい、ありがとうございます。外出先で1時間30分時間が空いたら孤独のグルメの井の頭さんみたく気の向くままにご飯屋さんを探して新しいお店を開拓します。その方が再び来た時に迷わなくて済むからと思います。これね、そう、確かにこれはあるなと思ったんですよ。うん、うん、その近隣を検索してお店に行って、はい、そのお店の人と仲良くなっちゃうっていう。そこはね、いや、なんか僕ね、全国ツアーとかで行った先でこれ割とやるなと思ったのが、うん、お店の人におすすめのお店聞くんですよ。うんうんうん。なんか例えばご飯食べたらこの後軽く飲めるお店探してるんですけどいいとこありますかとか、はい、地元のもの食べたいんだけどいいお店ありますかとか聞くと意外とねいいお店を教えてくれることがあって、はいはいはい、はい、これ確かに僕もやってるか、まあ、1時間半っていう限定じゃないけどね、確かにやるなと思って、うん、まあ私普段はやらないけど唯一沖縄ではやります。沖縄で行くと必ず最初に夜雑貨屋さんがあって、そこの雑貨屋さんに行くと今最新のグルメのお店をねいつも教えてくれるから、地元のこの情報源がいるってことですね。そうそうそう、その人に会いに行くっていうのやるけどね。じゃあ続きまして、ラジオネームケロリンさん、ありがとう。ありがとうございます。これ私と似てるよ。よく行くのは家電ショップです。うんうんうん、かなりの家電オタクなので新商品チェックしてると1時間半なんてあっという間ですって。まあそうでしょうね。私が化粧品売り場とか文具を見るのと似てるんじゃないかなって思ったんですけど、まあでも私も結構ビッグカメラとかプラつくの好きですけどね。まあ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 、ヨドバシとかいろいろね新しいもの出るから面白いですよね。うん、僕もヘッドホンとかカメラコーナーとかよく見てるかな。私新しい美容器具とか新しい洗濯機とか。洗濯機とかさ買えないじゃん。だってその時間じゃ最新の機能を見るのがいいんですよ。あ、今ここまで行ったかみたいな。な、炊飯器を見に行くとかさ。あ、まあ、炊飯器もね結構ねいろいろ出ますからね。ここまで来ましたねとかって一人で思いながら最新のものを見るっていうの楽しいです。あと、アップル見るの好き。あひたすらアップルコーナーでいじるっていう。あ、まあでも確かにそれやるかな僕も。ね、わかるなって思いましたケロリーさん。うんうんうん、もう一人ぐらい行きましょう、キヨシ君。はい、じゃあラジオネームレイムさん、ありがとうございます。ありがとう。外出先で1時間30分時間が空いてしまったとしてもその後の予定に遅れないようにしなくてはと考えてしまい、近くの喫茶店などで時間を潰していますね。でも結局早めに目的の場所でうろうろしてしまいますと。あ、喫茶店ね。そう、これもわかると思って、1時間半空いても、うん、次の目的地が僕ね電車で駅5駅離れてたら、うん、とりあえず行っちゃうなと思ったの。うんうんうん、でその近隣を探すなと思って。だってキヨシ入り早すぎてマネージャーに嫌がられてるもん。あ、そうですね、僕はマネージャーよりも早く現地に着くっていう人なんですけど、なんかねでもこう演奏者やってていろんなね現場に行ってたから、あの準備が間に合わないことが一番恐ろしいんですよ。うん、ことって、まあ、1時間ぐらい準備欲しいから。だから1時間前に現場来たりするんですよ。めっちゃ早いと。そう絶対遅れないですんの。だからもし電車が遅延しても迂回ルート取って間に合う時間で行ってるんですよ普段。うん、っていう習慣があるからもうね、もう遅れてくる人とか意味がわからない。私は常に5分前を目指してますよ。まあ5分前理想だよね。うん、でも5分前ってさ遅れるじゃん結局。まあ何かあればね、うん、何かあっても許される現場か否かでその時間を予測してる私は。万が一渋滞とかさあった時に、まあね、
なんかそのそこから5分ぐらい遅れてもなんとかなるか、うん、ならないかでは、うんうん、だいぶ行動時間変わりますね、まあ、ね家を出る。いやでも僕なんか多分実際1回あったんだと思うんですよね、電車が止まっちゃって現場間に合わないみたいなのが、うんうんうん、だ多分すごいトラウマっぽくなってて、絶対に止まこの路線が止まっても大丈夫な時間で行こうみたいなまあね、だからなるべく次の現場のそばの喫茶店でっていうのがポイントだったってことですね。これすごいわかります、はい、ということで今日は皆さん共感されたものありましたでしょうか。今日メッセージご紹介した方には番組オリジナルステッカーをプレゼントいたします。当選した方には番組スタッフがツイッターでダイレクトメッセージをお送りしますのでお見逃しなく。それでは今日のラストナンバーいきましょう。今8月入りましたから、私たちのデビューアルバムの中からボーカル三昧からですねこの曲をお届けしましょう。和楽器バンドでかげろうデイズ。繰り返して何十年もとっくに気がついていたの。こんなよくある話なら結末はきっと一つだけ、繰り返した夏の日の向こう、バーッと白く飛び込んだ瞬間とあっくりぶち当たる血しぶきの色、君の瞳のきしむ体に来訪者しても奥ありがなけれど涙に酔って笑う。よくなる夏の日のこと、そんな中でここで終わった。目を覚ました8月14日
ました和楽器バンド鈴花優子の日本が好きになっちゃうラジオ、いかがでしたでしょうか。今日は和楽器バンドのメンバーの琴野清と一緒にお届けしてまいりました。一週にわたってありがとうございました。ありがとうございます。なかなか今回いろいろテーマも面白くてね、よかったよね。うんうんうん、イルスちょっとなんか世界に定着させていきたいですね説明しないとイルス、ね、そうですね、うん、今日もこの後アフタートークを収録していくんですけども、はい、まあ、本編で話しきれなかったあんなことやこんなことを、はい、電波に載せられないようなことを、ね、そうですね、公共の電波では難しいことを話してるんですが、はい、はい、どうやって聞くかと言いますと、スマホ専用の無料アプリがあります。オーディダウンロードしていただければ皆さんお聞きいただけますのでよろしくお願いします。さあ今日はアフタートーク何を話すかだね。そうですね、うん、まだこの段階では決まってないですからね。いつも決まってないから、はい、はい、ぜひそちらも楽しんでください。今日は清志ありがとうございました。ありがとうございました。ということで皆様ぜひ番組ツイッターのフォローもお願いします。アカウントは鈴花アンダーバージャパン、鈴花アンダーバージャパンです。そしてハッシュタグは鈴花ジャパンで感想もお待ちしております。お願いいたします。それではまた次回、お相手は和楽器バンド鈴花優子でした。